太りそうと思われがちな食材が実はダイエットにも良いのをご存知でしたか？なんだかこれを食べたら太るんじゃないの？と思われている、一般的な食材の中でも実はダイエットに向いている食材があるんです。それを今回シリーズでお伝えしてまいります。今回は第1弾です。この動画をご覧いただきますとダイエット中でも向いているその食材が分かってあなたは美味しく食べながら綺麗に痩せることができるんですよ。それでは早速本題に入ってまいりましょう。ではポイントです。その食材とはバターなんです。バターって聞いてね驚かれた方もいらっしゃると思うんですけれど もういかにもこう太りそうってねこう代表格なイメージお持ちの方もいらっしゃると思うんですね。ところが待ってくださいということです。なぜバターがそのダイエットに向いているのか、その理由を今からお伝えしていきますね。実はですねバターは乳酸菌が含まれているんですね。びっくりですよね。バターイコール乳酸菌ってこうイメージなかなかないと思うんですが、この乳酸菌があることであなたの腸内環境が整って痩せ菌と呼ばれる、善玉菌がいい状態で活発に動くことができますよね。でまた便通の状態も良くなりますからお腹もすっきりすることができるわけなんです。でプラスこのバターのすごいところは実は代謝を上げてくれる力もあるんですね。代謝が上がればやはりこう燃やす力が増えるわけですから、ダイエットに向いている油なわけなんです。でプラスそれだけではありません。なんと中性脂肪を燃焼してくれる効果も大きいんですね。ですから普通のサラダ油などあのような油と違って、その油をこうバターに置き換えるだけであなたは腸内環境が整ってしかも代謝が上がって中性脂肪も燃やすことができますよということなんですね。すごいパワー持ってますよね。ですからバターイコール太るというですねそういったイメージはここでなくなっていると思います。では3つ目、具体的にどのように食べればよいのかなんですね。で私はバターは先ほどお見せしたこの食塩不使用を使っています。やはりそのダイエット目的の方ですね、やっぱり体調に気をつけていただきたいのであんまりその食塩、塩分の取りすぎはやはり良くない、必要なんですけれども良くないわけです。なのでできればこのような食塩不使用のバター。でも原材料はですねもうこれ生乳だけなんですよ。体にいいはずですよね。で私はこのバターを使って大分県産の、大分県民ですから生しいたけをこうソテーして焼いてちょっとお醤油垂らしてねいただくのがもう大好きなんです。めちゃくちゃ美味しいんですね。なので、普段の炒め物でこのバターを使うというのもおすすめなんですよ。でまた空腹時に摂る方が先ほどお伝えしたこの中性脂肪燃焼しやすくなりますから、なんか飲み物にこう混ぜてね朝飲むというのもおすすめなんです。さあここでこの動画をまとめに入りたいと思います。まとめです。ダイエットに向いてないじゃないのと思われがちなこのバターですけれども大丈夫です。ただし適量にしましょう。もちろん摂りすぎては太ってしまいますから NG ですよね。さあいかがだったでしょうか。このチャンネルではこのように腸活ですね、さまざまな腸活法をお伝えしていくことで女性たちがですね綺麗に健康で痩せるためのこう情報を毎日発信しております。ですのでぜひ高評価ボタンやチャンネル登録をしていただいてどんどんご参加ください。私とても励みになっておりますし嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。